ちらの7台のバイクを乗り比べしてみたいと思います。超楽しみです。イエーイ。皆さん、おはこんばんにちは。150センチライダーのみかんです。今回はですね、こちらの e トラッカーのご紹介をしたいと思います。とはいえ、私このバイクも全然わからないので、先生としてバイカードステーションソックスの林店長をお迎えしたいと思います。わー、よろしくお願いします。パフパフ、よろしくお願いします。 e トラッカーのアピールポイントというのをちょっとお伺いしていて、国内モデルは手に入らない？国内だと正規販売してないものになってますので。あ、なるほど。取り扱いしている店舗が少ないものになってます、ね、あ、そうなんですね。じゃあこの海外から輸入したものとかじゃないと、そうですね、手に入れられないということなんですね。軽い車体、足つき性の良さ。そうですね。ですので、あの街乗りとか、どこか行くときにやっぱり大きなバイクだとなかなか重たくて乗り回しづらいと思うんですけど、Dトラッカーだと元々が車体設計が大きさですので、軽い設計になってますね。そこになおかつこのオンロードのタイヤ履いてますので、なるほど、街乗りがかなり、そうですね、点ができますね。確かに本当にすごい軽いです。取り回ししやすいですね、これだったら。あ、全然余裕で行けます。150のモタードという珍しい存在、まず私モタードが分からないです。モタードって何ですか？モタードは先ほどご説明あったんですけども、はい、このオフロードの車体に、うん、オンロードの17インチとかこういうタイヤを履いたモデルを、うんうんうん、モタードという。なるほど、オフのタイヤを履いてないで、オンロードのタイヤを履いてるのがモタードっていうのなんですね。これオフロードのタイヤ履いてるやつは KLX になります。あ、なるほど。他の動画でもご紹介している KLX が、こちら車体は一緒だけど、そうですね、オフのタイヤを履いているものになるんですね。そうです。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、特徴を聞きたところで e トラッカーに乗ってちょっと街乗りしていきたいと思います。じゃあ行ってきます。結構スピードが出るね。あ、すごい操作性がいいや。楽しいね。あのね、すごい低回転域でも粘ってくれるわ。バランスもいい。ただ何か落ちてる、大丈夫かしら。なんかそういうのが分かるのがいいですよね。シート高が高いとね、何か落ちてるものとかが分かりやすい。あー、すごいや、このバイク本当にすごい。2速でね、結構粘ってくれるわ。すごい運転しやすい。女性にはすごいいいかも。ハンドルも切りやすいし、バランスもいいんで、私はこれいいな、好きだな。楽しみなぞ。トラッカー150に乗ってきました。一番ね、取り回しもしやすいし、曲がるときにすごい小回りができるんです、このバイク。それが乗ってて一番心地よかったですね。低回転域ですごい安定していて、一速なんですけどこうスピード出せる力があるような感じがしました。シートとかも硬いじゃないかなって私思ってたんですよ、オフ車って。でも柔らかくて、結構全然お尻痛くなかったです。e トラッカーとエンジンとかが一緒で、オフロード仕様になっているのがこの KLX150 になります。シート高も少し高いのかな、オフ車仕様になってて。タイヤもこうやってちょっと引きで見ていただけたら分かると思うんですけど、こっちの方が大きいタイヤになってます。こちらの e トラッカーと KLX150 はバイカーズステーションソックスさんでお取り扱いしておりますので、ぜひお近くにね、ソックスさんがある方は足を運んでみてください。近くにないですっていう方はネットでね、検索するとたくさんバイクが乗っておりますし、すぐ出てくると思うので、ぜひ検索してみてください。それではありがとうございました。